竹田先生は温暖化しないと言ってるんですかと聞かれて、いやいや別にそんなこと言ってませんよつって、びっくりされてましたけども、実は私は温暖化するとかしないとかっていうのはあんまり言ってないんです。これ逃げてるわけじゃないんですね。ちょっと聞いていただきますとね、1970年まではですね、70年代って言った方がいいんですけど、1970年代、1980年ぐらいまではですね、ほとんどの気象学者物理学者はですね、寒冷化するって言ってたんですよ。で、私の知り合いはですね、その後温暖化の強力な人になるんですが、その人は一生懸命寒冷化したらもう食料が取れないからつって種の研究をしてました。寒冷に強い種のね、植物の研究をしてました。しかしその頃ですね、アメリカの NASA を中心としてですね、これから温暖化するというふうに言い出したんですね。ですから温暖化するって言い出したのは1980年ぐらいなんですよ。まあ非常に違う人はいましたよ。だけどほとんどの人が寒冷化って言ってる時代でしたからね、温暖化するって言い出したわけです。それはまあいいんです、学問ですから。それがたちまち政治とくっつきまして、1978年にアメリカの議会で取り上げられるようになります。で、二酸化炭素っていう CO2 ですね、温暖化ガスのもう名前の通り温暖化するためのガスですから、当然CO2 が増えると温暖化します。それに私が文句言ってるわけじゃないし、何もその温暖化ですって言ってないんですね。それは、二酸化炭素が増えれば温暖化するでしょうっつってるわけですね。それはまあ地球の歴史から見れば分かるんで、地球は最初 75% の CO2 でしたね。それがまあ植物、動物、植物、生物が食べたり、まあ、海に溶けたり、それから酸化カルシウムに結合したりしてどんどん減っていきまして、現在では 0.04%、 もうほとんどない状態ですね。恐竜なんかが繁栄してた時代に比べても随分、もちろんCO2 は少ないんですね。ですからこれから CO2 を増えるのと減るのとどっちが危険かということを私言ってるわけですね。 CO2 は今までずっと減ってきた、それで地球は寒冷化してきて、今は第三氷河時代、まあ正式には第二って言うんですけど、まあ普通の言い方すれば第三氷河時代に入って、それでものすごくこれから寒くなろうとしているところですね。ですからこれはアメリカの、まあ、我々常識的な物理の先生が言ってる通り、11月のある寒い日の小春日和が来てるのに、それでなんでもっと寒くしなきゃいけないんだと思いながら言ってますが、まあそういうのが正直な感想なわけですね。長い間学問をやってきた人から見ればそうなんですね。ですから私は CO2 を増やすと温暖化します。それは当たり前ですね。増えていけば温暖化します。しかしその道は今まで地球が辿ってきた道なんですね。地球の CO2、 空気中の CO2 はずっと減ってきてましたから、今まではものすごく多いわけですよ、まあ、1% とか、まあ、そういった時代があったわけで、もう長くあったわけですね。でみんな生物が繁栄してたわけです、まあ、その頃の気温も分かってるわけです。ですから、まあ、CO2 が 1% ぐらいになるっていうのは今のペースですと1万年ぐらいかかるわけですが、1万年ぐらい後にだいたい恐竜ぐらいの気温に戻るだろうっていう感じなんですね。ですからそれほど危険ではないと私は思ってるんですよ。まあ多少の変化はありますよ。例えばよく言うように今まで青森県で採れたものが北海道で採れるようになると、まあ、そういうことが起こりますね。もともと今すごく寒くて生物はほとんど赤道直下にいるような状態ですから、まあ恐竜ぐらいの時代になりますと温帯地方なんかにも随分、今でいう亜寒帯なんかの地方でも随分動植物が繁茂してた時代ですからね、まあ、そういう時代になる。一方 CO2 が減っていくとどういうことになるかっていうと、まず寒さが非常にひどくなる、まあ、今でももう第三氷河時代なんですがもっと寒くなる。それからもう一つは全生物の食料は全部 CO2 ですからね、温暖化ガスですから。だから作物が取れなくなって餓死者が増えると、まあ、こういうことありますね。その2つが一番大きいですかね。やっぱり寒くなる、それから、食物が取れなくなって餓死すると、まあ、いうような状態になると。じゃあどっちが危険かっていうと、私は CO2 が減った方が危険だと思ってるわけですね。まあどんどん示すこともできます。それがまず第一です。第二はですね、今度は
まあ、世界の平和のためにとか世界の環境のためにっていう前にまず日本の環境という点を考えますと、日本は周りを海で囲まれてますから、ですから海の気温、水温にすごく寄っちゃうんですね。で、海の水温というのはなかなか上がりません。これは皆さんがお風呂でわかると思うんですが、 CO2 が増えて空気が暖かくなると温度が上がるのは大陸性気候のアメリカとか中国、ソ連とロシアとかいったところが温度が上がるわけですね。ところが海洋性気候のところは上がりません。これはお風呂を沸かすとき分かりますよね。お風呂を沸かすときにお風呂場の空気を温めてもお風呂が沸きません。それはあの水の方が3000分の1の熱容量しか持ってないんで、いくらあの部屋を温めてもお湯は沸かないんです。ところがお湯を沸かすと40度ぐらいに沸かしても空気は暖かくなります。空気を80度ぐらいに上げても水は冷たいままですね。ですから日本は温度が上がらないわけです。ですからこの地球温暖化がの原因がですね、二酸化炭素の濃度によって決まるということになりますと、空気中の温度が上がるわけですから日本の温度は変わらない。ところが現在アメリカの温度は変わってないのに日本の温度が高くなってるわけですね。今年の夏なんか特にそうですね。これは CO2 による温暖化ではないわけです。 CO2 のによる温暖化でないときに CO2 を減らしてもダメなんですね。これは僕がよく言うように足から血が出てるのに腕に絆創膏は包帯を巻いても仕方がない。科学っていうのは原因を潰さなきゃいけないということですから、これ当たり前ですね。ですから私が温暖化について言ってるのはそういうことなんですね。温暖化しないと武田先生は言ってんのかとかですね、地球環境を守ろうと思ってないのかって、そんなことじゃないんですね。あの国連のグレタさんの女の子の演説で朝日新聞とか NHK とかが女の子の訴えも理解できないのかって言いましたけど、まあ我々は女の子の訴えぐらい分かってるんです。それはですね、だからそこがパスされてるんですね。 CO2 を減らすか、減らすと危険があるのか安全なのか、よりいい方に行くのかはパスされてるんです。でパスされまして、そこは、お金をもらった学者がですねデタラメな論文を書くわけですね。お金をもらってるわけです。でそれをもとに NHK と朝日新聞が世論を作り、世論ができたら今度道徳的に強制するわけです。でそれに対して私が例えば事実とかそれから物理の計算で反論すると強制的にまあいじめられるということになるわけですね。ですからこれも日本は民主主義であるような感じ、もしくは言論の自由とか表現の自由とかあるようなことでない。なぜかったらそれを達成する最も肝心なところでくさびを打つっていうことなんですね。ですから、ダメだと、まあ、いうことになるわけであります。まあ、このようにですね、2回お話しました分別リサイクルと地球温暖化をお話しましたが、要するに 何がこの問題なのかっていうと、肝心なところをパスして次は道徳的に文句を言うっていう、じゃあ肝心なところを議論しようじゃないかっていうと、それはもうお金をもらってる人たちが山ほど論文を出しますので、まあ、分別リサイクルと一緒のように中立的な立場で学問的な検討をする人が 10% ぐらいしかいないですね。 10% もいないかもしれません。特に日本はそうですね。 90% がお金で論文を書く、お金で研究をする。でまあひどい人になると1億2億のお金を研究費をもらってですね、海外で学会をやり、そこでワインを飲むとか温泉に入るとか、まあ、そういうことをしてるわけですね。しかしどうもそれについては感、まあ、日本国民って結構甘いんですよね。まあ、それでいいじゃないかと、俺たちの給料あの税金使って酒飲んでくれよっていうようなことだけど、僕はそれはあんまり良くないし、やっぱり無駄なことをやりますからね我々は。まあ、朝分別リサイクルすると、まあこれを僕は国の委員会でものすごく文句言ったら、そこにいた東大の先生が、武田先生どうせいいじゃないですか、そんなにムキになって反論する必要ありませんよ、どうせ女性と老人は暇なんですから、なんかやらしときゃいいんですよと言われたんですよ。地球温暖化の時の国の会議ではですね、あこれは東工大のある先生が、ここにいる先生方で温暖化すると思ってる先生はおられませんよと、だけどお金が流れるからいいじゃないですかと僕にこう言ったわけですね。しかしそれでは子どもたちにいい
日本を渡すことができないというのが私の考えなわけです。肝心なことが大切ですからね。